令和3年4月22日フキット社内ニュースのお時間です。最初ニュースです。皆さん、音別町のフキフキ団をご存知でしょうか？パッと聞いたらその辺の学生がノリで作った団体のように思うかもしれませんが、ちゃんとした団体でホームページも存在します。リンクを貼っておきますのでぜひご覧ください。ご覧の通り、音別町のフキはかなり巨大です。成人男性の身長を余裕で上回っています。さらにこの大きさなのにちゃんと美味しいのが特徴だということです。誰とも被ることのない活動内容をするフキフキ団、かっこよさすら感じてしまいます。さて、そんなフキフキ団ですが、本別町特産の巨大なフキの販路拡大に向けて16日生産者の団体が十勝の幕別町を訪ね、加工業者と商談を行いました。茎を切って見せるなどしてみずみずしさを PR したということです。またフキを使った佃煮や漬物などの加工、製造を委託でできないか相談したようです。販路が拡大されることを願っています。ここで注意事項ですが、名前的に漫画稲中卓球部に出てくる某グループと関係があるかと推測した方がいるかもしれません。安心してください。当ニュースが独自に調べたところ、全く関係がないようです。またまた大手屋長山店、中振りプロの快挙です。山本さんが抱っこしているのは、すみっこ暮らし、万歳ふわふわプレミアム猫ちゃんで、コンさんが抱っこしているのはギガジャンボブルーホワイトプーさんです。こんな大きなぬいぐるみを500円くらいで取っちゃう中振りプロ、さすがです。ちなみに小笠原副店主はすみっこ暮らしのキャラの見分けが全くつかないそうで、めいっ子さんもすみっこ好きらしいですが、どれが何かさっぱりわからないそうです。山本さんにもこのぬいぐるみは何と聞いていたそうです。アラフォーの方には難しいみたいですね。続いて商品情報です。夏も本番を迎えました。暑さも大変ですが、この季節に気をつけるべきが虫です。特に蚊に刺されてしまうことは誰にでもあることです。ということで今回は虫除けスプレー3種類をご紹介します。店舗によっては取り扱いの品番数は異なりますが、最後に発注に関してのお話もありますので、ぜひ最後までご覧ください。まずおすすめ1つ目、パーフェクトポーションです。世界的に大ヒットしている虫除けスプレーですので、一度は目にしたことがある方が多いことでしょう。シトロネラを中心に爽やかな香りに仕上がっています。続いては北海道のメーカーナチュラルアイランドさんの森の肌森です。森の肌森は和ハッカから抽出した虫が嫌うアロマを配合しています。アロマを天然クレーの層の間に入れる技術によって香りを少しずつ放出するから、アロマの香りが2時間以上持続します。マイルドなハッカの香りが特徴です。最後は超ロングセラー北見ハッカ通商さんのハッカ湯です。ハッカ湯は説明不要だとは思いますが、虫除けとしても長年愛され続けています。またアロマオイルとしてももちろん使えますので、年間の定番品です。ここからは発注に関してです。今年はアウトドア需要が拡大しています。そのためまだリピートして大丈夫、今からがシーズン本番、一度買って終わりじゃない、9月いっぱいくらいまでは売れると捉えて発注を進めてください。長山店のコンさんの昆虫が越冬し孵化しました。極寒の旭川では素晴らしいことですよね。コンさんはとっても詳しくなっていて、まさに昆虫博士。続いては手作りの洋室です。コンさんが土替えのために洋室を崩してしまったので、手作りで洋室を作ったそうです。素人とは思えません。その幼虫から成虫までの過程を熟知していて、ブリーダーになることを小笠原副店主はおすすめしたそうです。カブトムシが欲しい方はぜひコンさんまで。当チャンネルの動画編集撮影の一部、そしておっさんずシリーズのプロデュースっぽいことをしていただいている北見の会社北栄さんからニュースで取り扱ってほしいと依頼がありましたので、断るのもまああれなんでお伝えします。その内容は北栄さんが動画のコンペに参加しているというもので、その宣伝をしてほしいというものです。コンペ自体の内容は札幌市東区に新しくできたレンタルスタジオプラン2を宣伝する動画で競うというものです。何でもできちゃうスタジオということで非常に魅力的ですね。このレンタルスタジオプラン2の中で北栄さんのメンバーは思う存分何でもできる感をアピール、かなり気合が入っています。それがかっこよく仕上がっているのか空回りしているかは動画を見てご確認ください。リンクを説明欄に貼っておきます。またこのコンペ関連の動画が複数本北栄さんの YouTube チャンネルに上がっています。なんか途中で一本余計な感じの動画が挟まっていますが、ぜひご覧ください。チャンネルのリンクを説明欄に貼っておきます。プラン2の動画のコンペの最終審査は一般投票によって実施されます。ぜひ動画をご覧になって投票してみてください。投票は4月25日日曜日までとなっております。ちゃんと動画を全部見て
北栄さんの動画が一番いいなと思ったら北栄さんの動画に投票してください。当ニュースはれっきとしたニュース番組であり、公平性が大事です。北栄さんのことをひいきにするわけにはいきませんので、北栄さんの動画が一番いいなと思ったら北栄さんの動画に投票してください。でもこのコンペ、企画として当チャンネルと北栄さんで競ってみた方が面白かったと思うので、私は北栄さんに投票しません。7月12日、13日で雑貨販売事業部の会議が行われました。今回も複数拠点で Google Meet を利用したリモート会議で実施されました。リモートの会議もだんだん慣れてきて、順調に会議は進められたようです。時間短縮にもつながっています。一番の要因は余計な会話をしないこと、会議が脱線しないことだと考えられます。ですが、このリモート会議、ご覧の画像で違和感を感じないでしょうか？そう、背景を変更できるのです。プライバシー保護の観点などから、この機能が実装されていますが、少し違和感を感じる背景もあります。さらに、会議が進行すると、過去の写真を次々と背景にすることで、ちょくちょく会議を脱線させる人がいたようです。しかも、背景の写真にされているとき、本人は画面を共有していて確認できず、どうなっているかわからないパターンもあり、非常に悪質です。ついには、高校時代の写真まで背景にする始末、会議が中断したことは言うまでもありません。なぜこの写真がパソコンに保存されていたのかは謎です。次にターゲットとなったのは、竹内さん。前職時代に撮影された一枚です。おそらく一番古い写真です。そして、面接時の竹内さん、背景優先で、自分は斜めに姿勢を構えていることからも、この会議にかける本気度が伺えます。さて、Google Meet はとても便利なアプリです。会議だけではなく、単純に複数拠点でのビデオ通話にも適していますので、ぜひ使えるようになりましょう。以上、吹きっと社内ニュースでした。